はい、皆さんおはようございます。時刻は9時30分を回りましたね。はいはい、 FM ギノワ、 FM コザ同時放送の嘘のような本当の輪のお時間でございます。皆さんお元気ですか？チャーガン中よということでね、健康志向の皆さんとね、笑顔あふれる日々になったらいいなと思ってお届けしております。今週も東京からはるばるドクター水素ボトルの北条政宏さん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、今週もね、よろしくお願いします。昨日私ね、お誕生日だったんです。おめでとうございます。もうね、還暦に大手がかかってしまいました。来年60です、でね、よくパーティーとかね、ちょっと大切なお客様とよくお邪魔するお店のオーナーシェフに今日は来ていただいてます。お、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そうですよね、はい、私もね、ラジオにというかこの番組にもね、出ていただいたことがありますがね、上谷君夫さんですね。はい、上谷さん、おはようございます。おはようございます、ね、もうもはやこうジブチン的なベテランです、ね、ベテラン的な、ね、上谷さんを今週お迎えしてますが、上谷さんといえばこうフレンチレストランオーナーということで、はい、ちょっとね、改めて自己紹介をお願いしてよろしいですか？はい、浦添市と豊見城市で、フランス料理のレストランをしています、上谷と申します。主に誕生日記念日とか晴れの日に、ご利用なさる、お客様が多い、レストランを、運営しています。よろしくお願いします。はい、お店の名前は、はい、浦添市がラ・ミロワール、豊見城市にあるレストランは君島と言います。はい、ありがとうございます。ぜひぜひ皆さんね、ちょっと検索してみてくださいね。はい、というわけでね、宇多田さんお迎えしてるんですが、あれですかね、ちなみにやっぱりね、こう嘘みたいな出来事がね、前もお話をちょっと伺ったとは思うんですけども、はいはい、改めてこう最近ね、番組をこうお聞きの皆さんもね、はい、嘘ってなんかないかなって探すようになってきたとかなってこないとか、はい、そんな噂もあってですよ、はい、うん、上谷さんがちょっとね、水素と例えば出会った時にっていうのは どんなあれだったんですか？僕が、水素と出会った時はちょっと体が、体に異変が起きてて、特に頭の皮膚が荒れてるっていうんですかね、このブツブツができてて、うんうん、この朝起きるともう枕が大げさに言うと血だらけになってるようなこの皮膚の荒れようだったんですが、うん、このドクター水素ボトルと出会って、ちょっと半信半疑だったんですが、まあ、何日かこの吸引することを続けていくと、もう知らず知らずのうちにこの頭をこの指でかくことがなくなって、うん、この頭がかゆいっていうこともなんか忘れていくような、この何て言うんですかね、それが当たり前になっていくようなこの時に、はっと気づいた時に、あれ頭もこのブツブツ皮膚のあれがなくなってるやと、うん、いうなんか不思議なこの世界に包まれたような感じがして、とても感謝しております。あ、なるほどなるほど。ね、ラジオのね、はい、お聞きの皆さん、ちょっと、ん、水素ね、ガス、いろいろね、ちょっと不思議なイメージもあると思うんですが、うん、ね、先週もね、ちょっとお話したんですけど、もうペットボトルの大体ほらこう和紙掴みにできるサイズありますよね、はいはい、うん、あれに軟水ね、その辺に打ってます。はい、軟水をね、ずっとずっと注いでいただいて、蓋をしてね、鼻にこうホースがあってからね、当てる、それで吸入するというものなんですが、もうスイッチを押すだけです。この健康法で上田さんはあれですか、痛みとかやっぱり痒みでした？そうですね、うん、痛みもありますし、すね、特に痒いんですね、うん、この、はいはい、でちょっと手で描くのはちょっとダメなんだっていうことは分かってるんですが、もうついついですよ、はい、もうやってしまってる、この習慣習性っていうんですか、このがどうしても自分の中で当たり前になってて、はい、お医者さんにも行ったんですが、お薬ももらったんですが、ちょっとどうにもならない状況が続いている中に、この
水素ボトルと出会いました。はあ、これちなみにどれぐらい前の出来事ですか。ちょうど、1年半前ぐらいですね。はい、そうですか、はい、変わりましたか。いやー変わりました。もうおかげさまです本当に。お、はい、そうですか。でももう本当にもうバチッて言うと どんな風に変わりました。なんていうんですかね、この今まで痛みが当たり前だったんですけど、このかゆさも、はい、それがないっていう、このなんていうんですか、爽快感っていうんですか、この、この寝てても睡眠とってても、この怖くないっていうんですか、この朝が、それが一番嬉しい出来事でした。睡眠時間中はもうかゆいだの、だから無意識にね、かいたりしてちょっと血が出たりみたいなので、それまたやってしまうのかなっていう、ちょっとね、恐怖というかあったわけですよね、はい、ずっと。これは皮膚ね、工場さん、うん、まあ、もちろんね、あの炎症ですからね、水素を吸っていただくと血管に広がって炎症の原因を抑えてくれるので、かゆみが収まったりということも起こりますよね。まあ、その結果あれですけども、僕らなんかもね、うっかりこう爪伸びたりしてるようなもんで、うん、頭かゆいってかいて、うん、あの雑菌が入ったりするとね、うん、もうそれこそえらいことになるじゃないですか、ボコボコになるじゃないですか、はい、やばいなと思う時ありますけど、うん、まあ、そういう意味ではね、いろいろ寝てる間に無意識にかいてしまうっていうのは、もう本当にかゆみそのものをなんとか抑えないとどうにもならないですよね、うん、そうですね。ね、まあ共通点というか、うん、あの皮膚のお悩みもね、まあ、あの先週の、方でありというか、あのほら女性がねプルプルっとしたお肌にとかあると思うんですけど、はい、あの以前ね報道さんもおっしゃってた、その何ですか、あのアトピーとか、ね、はいはい、皮膚炎、そういったところもやっぱり、そうですね、あの、うん、まあ、アトピーのケースは、あの糖が燃える ATP 代謝っていうんですけども、うん、あのそのメカニズムがアトピーの方ですとちょっとこうスムーズに回ってないっていうことが原因なんですね。なので同じ皮膚が金太郎飴のように出てこない、設計図通り出てこない、これが原因で荒れた皮膚になってしまうと。で水素を吸うとそれが血流が良くなったことによって設計図通りの皮膚が出てくるということで、整ってキメも整って、あのツルツルのお肌が出てくると、こういう流れですよね。これ皆さん本当にうそーんって、と思うんですけど、現実的にね、その水素の説明会でもね、最近あのよく出てくる、そのなんて言うんでしょう、お肌がやっぱりね、もう抗えないぐらい、あの本当に状態で荒れていた長年のねアトピー、やっぱり痒くてね、痛くてというのが、本当にえっていうぐらい綺麗になった女性のねお話とか ね、うん、そうですね、ありますもんね。子供さんでもね、やっぱり 夜中寝てる間にかきむしっちゃって、もう皮膚がガチャガチャになっちゃってる、うん、子供さんがうちの水素を吸入してから1ヶ月後に写真あの見せていただいたら、うん、もう何事もなかったかのように綺麗に皮膚が戻っているって、こういったケースもいくつもありますね。ね、ですからね、あのフレンチレストランの上谷さんね、はいはい、こう苦しんでらしたことが解消されて、はい、そうなんですね、はい、素晴らしい、で上谷さんあれですもん、血圧も下がってますよね。めちゃくちゃ下がりました。あ、いい、これまた何気に血圧も下がりました。ね、おっしゃってましたよね、血圧も150-160ぐらいだったのが、今117とか、ね、そのレベルでめちゃめちゃヘルシーです、ね、はい、めっちゃヘルシーです。うわ、ラジオでは見えないんですけど、この体型で、はい、ちょっと健康体なんで、いや、あれですね、本当こうね、あの大柄なイメージの方なんですけど、そうですよね、先入観って良くないかもしれないですけど、はい、やっぱり大丈夫みたいなところ、はい、ありますよね。それがね、今日は3人で300キロぐらい ありますね。私も80キロ。はいはい、ね、すごいですね。今ね、まあ、もちろんそんなね、はい、あの必要以上に太ることはないんですけど、はい、あの太っていてもきちんと臓器が動くっていうことがあればいいわけで、それがね、水素って、あのこの前もね、あの南大東島のお母さんがおっしゃってたんですけど、もうあのインスリンが出るっていうところまではあのラジオでお話しいただいたんですけど、その半年後に、先々月にお会いした時にお話を伺ったのも、
ラーメンやケーキ好きなだけ食べてるって言ってましたよ。全く 気にしないと血糖値が上がらないんだそうです。素晴らしい。そんなになってるで、まあ臓器がね元気になるっていうのはいいことですよね、うん、そうですよね。本当に今ね血糖値が上がってこない、いわゆるもうひどい痛風だったんですけど、うん、やっぱりそこなんですよね。結局糖がねぐわっと上がっちゃうから、うん、体ダメよってサインになっちゃうんですけど、うんうん、そうですね、まあけあの痛風の場合は尿酸値ですね。尿酸値もね、はい、そうですよね、半端なく、うん、あはい、そういうわけでね、はい、ちょっとねまだまだお話続いているところなんですが、一旦 CM 入りましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。嘘のような本当のは、ね、毎週日曜日チャーガン中にお届けしているんですけども、今週もねゲストのドクター水素ボトルの北条正弘さんとね、フレンチレストランを浦添と豊見城で経営されているね、上谷君夫さんをお迎えしておりますがね、素敵なお話とね、はい、いい感じの表情の中ですよ皆さん。健康ってっていうかいいですね、なんかこうストレスも減ってから、そうですね。ね、うん、いや素晴らしい。素晴らしいです。いないな。はい、そんなわけでね、今週はねちょっとね、上田の君さん、モモンガの話をなんか、ね、いや違うか、モモンガって言われてみんなびっくりしよう。僕もねなんとなくあの子供の頃絵本で見たようなんで、実際には会ったことないんですよ、はい、モモンガ、はい、ね、あのモリンガですね。はいはい。あのモリンガっていうのはちなみに なんで。なんでございますんですか。まあ、植物です。簡単に言うと植物で、まあ、なんていうんですかね、このミラクルツリーとかこの奇跡の木とかこのスーパーフードとかって言われている、このなんていうんですかね、以前からこの、まあ、インドが原産なんですけど、この熱帯地方で作られてて、うん、なんていうんですか、最後のこの食べ物の砦ではないんですけど、この、うん、ものすごいこの栄養素が詰まってて、このなんだよ、これがあるだけでこの人間のなんていうんですか、このあらゆるこの栄養素、この体の作りが成り立っていくみたいな、そういうこの植物があるんです。最も栄養素を含む、そうですね、植物って言われてますよね。はい、そうですね。ね、このあの健康志向のこの番組にぴったりではないですか。ね、はい、ぴったりでございます。はい、このモリンガ本当にこれ、これ沖縄の植物の、あ、まあ、熱帯地方、はい、そうそうそう、ああこちらこうあったかい、はい、こういう国の、あのフィリピンとかで、ね、はいはいはい、作って で、ね、で日本に持ってきて精製をして、はい、うん、販売されることになったそうで、はい、生えてるんですか、ぶら下がってるんですか、この海外では生えてたりするんですけど、はい、沖縄とかでは今それを目的にこの栽培してるというか、うん、生産してるというか、畑で作ってるんです。はい、海はあのね、海の牡蠣だって言うじゃないですか、あ、そうですね、で栄養素があって、はい、これはその植物の中ではなんでもあの抗酸化力とかめちゃくちゃあるんですよ、うん、ものすごいです。あのレモンとか全然話にならないぐらい凄まじい抗酸化力があるんです。抗酸化力といえば、もう私たちの知る、もう水素との兄弟です、ね、兄弟です、抗酸化物質ですから。ですから、まあね、例えば水素はサプリメント、うん、あの埼玉医科大学が調べてくれましたけども、うん、サプリメントの効果を2倍以上長時間にわたって続けさせる、うん、そういうことが分かってますのでね、うん、なのでこういういい、うん、あのサプリなんかを特に、うん、あの上谷さんたちがあの手掛けられるモリンガっていうのは特殊製法なんですよ ね、 そうですね、朝どれでその日取れたやつですよね、朝どれで、また一般的に売られてるモリンガっていうのはこの葉の部分とこの茎の部分がこの混ざってこの生成されてるんです、うん、一番この栄養価が高いって言われてるのがこの葉の部分で、で今私たちがこの関わってるこのモリンガっていうのはこの一番栄養価の高いこの純度の高いこの葉の部分のみを生成して、このこれから販売予定をしているものです、うんうん、あのね、この前飲ませてもらったんですけどめっちゃくちゃ飲みやすいんですよ、
精製するってことは液体あの、はい、粉です。パウダーです。パウダー、はい、ああ超微粉末パウダーにしちゃうんですよ。はいはいはい。でしかも朝どれだから、はい、普通はこう天日干しかなんかして酸化しちゃうわけですね、うん、錆びちゃうわけですよ。それが朝取ったものを即座にパウダーに持ってっちゃうので、うん、そこのこの栄養分 の, あの保有率が全然変わるわけですね、うん、なので同じモリンガの中でも最高のモリンガを作ろうとしていて取り組まれているので、まあ、ちょっとね、水素とも通ずるところがあるので、うんはい、今日はぜひちょっと宣伝に来てよということで来ていただきました。そうなんですね、はい、これはあれなんですか、あの粉にしたものをどんなんして皆さんにお届けっていうか、今後はい、予定してるのは、はい、まあ、パウダーなんですけど、パウダーです、はい、あとプロテイン、はい、まあ、混ぜ込んだやつと、あと、オイルですね、この何ですか、エステとかで使うこの、うんうんうん、保湿に使うオイル予定してたり、これは9月の予定なんですね。であとこのパウダーを使うとこの、まあ、大体 3g が1日この一般的な目安の量って言われてるんですけど、このそれをただ飲んでも本当に美味しいんです。このある方はこの豆乳みたいとかいう方もいて、以前試飲してもらったんですけど、まろやかさがあり、この僕正直言ってこういう仕事をしてるんですけど、野菜が大嫌いとは言いませんけど、うん、苦手なんで、青汁なんて生きようと思って飲んでたんです、はあ、でもこのモリンガ自体を飲むともう全然そういうのが感じられなくて、今のうちのレストランでもこのモリンガパウダーを使ってまあ、お菓子に使ったり、はい、お料理にスープに使ったり、このなんていうか 青野菜というかこの葉っぱ特有のこの苦味とかこの青臭さが全くないんで、お子さんでも全然いける、おすすめなやつです。すっごい飲みやすいです。色はどんなのですか？あ、もう緑です。ねえ、はい、今青汁です。緑、青汁なんだけど、はい、こうまろやかにありますスーッと入ってくるから、はいはい、これなんか溶かすんですか、水とか？ちょっとシェイクして水に。ああ、なるほどですね、はい、もうそれだけで十分です。へえ。本当牛乳とかいろんな、うんうん、混ぜて飲んだ方が飲みやすいかと思われてて僕も思ってたんですが、はい、もう水でそのままで全然大丈夫です。へえ。めっちゃミルキーですよね、はい、ミルキーです。へえ。飲みやすいんですよ。もう青汁の概念を壊しました。これは画期的なことなんですか？画期的です、はい、ね、沖縄でもね、はい、モリンガは生産されてるんですけど、はい、買って私飲んだことあるけど全然の普通なら飲みにくいですよ、はい、それをすごい飲みやすくしてね作られてるんで、はい、そうですね。じゃあ現在のところ、上谷さんのフレンチレストランに行くと、はい、これがそうですよと教えてくれたりはするんですが、はい、っていうことですよね。そうです。いや今後そのちょっとパッケージ化したり。そうですね。へ、これが9月を予定しています。お、はい、早いですね、はい、へえ、すごい。じゃあこの、はい、ね、一時期先行長寿と言われた沖縄、はい、復活ですよ。復活ですね、はい、まあ、モリンガともちろん水素です。合わせ技でキーワードは抗酸化物質ですよ、はい、そうですね。酸化に抗うってことが大事ですよね。体ごと錆びつかせない。そうです ね、 ね、モリンガ興味ありますね。ちなみにこれごめんなさいね、僕も知らないからバンバン聞いちゃうんですけど、はい、高価なものなんですか？若干そうでもないと思います。この何ですかね、このまあどこからが高価かちょっと分からないんですけど、この自分のこの健康っていうイコールを考えた時にはそうでもないと思います。オイルはね、高価なものとして取引されてますけど ね、 ね、パウダーは、パウダーは、いや、このね、健康ご長寿社会に興味のある皆様ね、後半もちょっとね、お届けしていきたいと思います、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
はい、ね、嘘のような本当のは今週もね、ドクター水素ボトルの北条さんと、ね、フレンチレストランの、経営されている、上谷君夫さんをお迎えしてお届けしているんですが、ね、モリンが非常に、ね、はい、興味深いお話で、またねぜひぜひ、整ってきましたらどんどん、ね、はい、宣伝にお越しいただきたいと思うんですが、はい、ね、やっぱり、ね、先ほど、前半にありました上谷さんのこう、ね、ドクター水素ボトル、ね、エピソード、はい、うん、なんかあれですか、やっぱりどなたかが、ね、苦しんでたりっておすすめしたことなんかも、うん、はいはい、そうですね、本当に最近一月前なんですが、私 のレストランを取引するこの、業者さんがいるんですが、その方 のご紹介でこの、まあ、ドクター水素ボトルを、おすすめしたんですが、うん、この方がもう75歳かな、75歳で、まあ、前立腺のがんを患ってて、この何ですかね、数値がかなり、うん、この悪いっていうことで本人この落ち込んでいらっしゃったんですね。そこで何気にって変なんですけど、この水素ボトルとこの、補助さんのいる、うん、場所に、説明してもらって、この水素ボトルを吸い出して3週間4週間ですかね、うん、そのまあ体温が36度8分以上になるまで、うん、この水素ボトルを、吸っていただければっていう校長さんのアドバイスをいただいて、その方、まあ、吸い続けていたんですが、うん、で先週ですかね、この検査に行った時には、うん、なんとびっくり、このがんのあるなんていうんですかね、なんて言ったらいいんですか、この症状がなくなって、このもうがんじゃなくなってというふうなこの診察を、数値的にもね、はい、数値的にもう抗がん剤治療もいらない、放射線もいらないみたいな吹き出しちゃう、嘘って、1ヶ月くらいですか、そう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 、2週連続でもうびっくりしました、がんワードになりましたね、はい、ね、多いんですよ、びっくりしました、本当に今多いです、がんからの水素っていうのは本当に多いです、はい、ね、今表情がとても明るくなって、そうですよね、明るくなりますね、もうあのドクターストップの逆で、そうそうそう、ね、もういいよって、もういいと本当です、この方の沖縄料理店をやってる方で、何回かこの食事をしに行った時にやっぱり症状が暗くて、まあ、お席に料理を食べ終わってお席に座ってお話をするんですが、どうしてもそのがんの話になって、このもう暗い話に、まあしょうがないんですけど、なっていって、まあそれが何ていうんですかね、ダメ元ではないんですけど、この水素ボトルをおすすめしたら、このなんと1月後3週間後にはこういう奇跡が待っていたという、よかったですね、本当ね、嬉しい、すごい話ですね、いやー、これまたね、はい、本当に出会っていただいて、はい、もうね、わらをもすがるなんて方も僕もね、うん、お目にかかれたりしたんですが、いやどうなんだろうな、でもいいと思うんですよ ね、うん、そうですね、とりあえずちょっとね、はい、始めてみてから考えたらいいのかなって、はい、そうですね、思いますよね、うん、本当ですね、うん、なんかつくづく最初から困まず、うん、でもやっぱりね、上谷さんのお人柄もあって、うん、どうなのって言ってね、出会いが生まれたわけですからね、はい、そうですね、いや、がん、本当さん多いですかね、やっぱね、多いです、本当に今多いです、うん、うん、世界中でね、もちろんそういうデータも出ていると思うんですけど、はい、うん、やっぱり目の前のね、はい、方がとか、はい、うん、なんかおこがましいんですけど、なんか出会ってお助けができるような、ね、うん、うん、タイミングが生まれた時っていうのはやっぱりね、おすすめしたいなって僕もね、はい、思いますよね、なぜならね、ここにいらっしゃる北条さん自身もだし、うん、ね、上谷さん自身も、はい、僕自身もやっぱり出会ってなかったら、下手したらね、うん、ここでこんな大きな体で3人揃ってなかったかもしれないです ね、 本当にね、僕も痛風のひどさとね、椎間板ヘルニアのひどさでっていう時でしたから、はい、いやー、つくづくね、うん、嘘のような本当の話 ね、今週もなんかこうちょっとね、やっぱりうるっときちゃいます、はいね、はい、よりね、健康をね、気にされる、意識される皆さんに届くと本当に嬉しいなと思っています。
今週もね、嘘のような本当の話、最後までねお聞きいただいてありがとうございました。また来週もね素敵な、ゲストをお迎えしながらお届けしたいと思いますが、来週はちょっと忙しくてかな、わかんないけど、うん、いろんなエピソードをねお届けしたいと思っています。はい、それではドクター水素ボトルの本庄さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、フレンチレストランのね浦添市とトミルスク市で経営の上谷君雄さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週お届けします。さようなら。